ちは。こんにちは。さあ豊さん、ね、ちょっと現実味を帯びてきました。あることが、はいはい、現役ドラフト NPB 側が今シーズンのオフをめどに開催予定ということで、豊さんもこれ昨シーズンだったりとかその前から現役ドラフトにはちょこちょこなんか触れてたような気がしたんですけれども、まあ現役ドラフトっていうのは、はい、まあ、出場機会にね、うん、恵まれない、うん、そういった選手を活性化さず、はい、ね、ドラフトによってまあ、入れ替えたりだとか、うんうん、まあ、すると思うんだけども、必要か？ん？いや、なんか私は必要かなって、まあ、なぜ必要かというと、例えばその出場機会に恵まれない選手たちが移籍してその活性化を図るっていうことを、まあ、選手側がかもっていう、そのチームの足りないところを補ったりとか、うんうん、まあ、しようとするんだよね、はい、それ必要？うん、私的には例えばこのチームにいたら出場機会が、まあ、あんまり、例えば監督のじゃあなぜ入ったんだ、はい、ドラフトで取られちゃったから。いやだってドラフトの時に入る入らないは個人の判断で決めれるんだよ、うん、まあそうなんです。確かに1年間待たなきゃいけないよ、うん、次のドラフトを待つのにね、うん、いやだけどそれを分かっててそのチームに入ってんじゃないの、うん、それなんで必要なのと俺は思っちゃう、個人的には。例えば巨人に行った、例えば太田大志選手が、うん、例えば日本ハムに行ったことによって活躍できるようになったとか、うん、いう風になるのかなとか、例えばなんかいい選手がいてこの選手このチームに合わないとか、監督感じたとか、まあまあ確かにね、まあそういうことは考えられるんだけども、うん、ただその環境、もちろんね、うん、環境だとかチームが持ってる雰囲気だとか、うん、そういうのが合う合わないとか、はい、まあいろいろあるよね、まあ、人間関係も合うとか合わないとかね、うん、まあ、だから環境を変えてあげるっていうのは俺は必要なことだと思うんだけども、はい、だけどドラフトで縁があって、うんうん、で自分も合意書をして入ってるわけよね、はい、必要か。多分選手側が多分出たい、他のところで必要されてる、とでもねそこでね逃げ出すようだったら、うん、俺は他行っても活躍できないと思う。ああ、そうか、うん、でもこれもう合意しそうです。そのね、やっぱ適応力とか、はい、そういうものも、うん、やっぱこう自分で変化させたりだとか、うん、そういうことができないと、はい、無理だと思う。ただ、うん、やっぱり現役ドラフト今年オフをめどに開催予定でどうやら決まるらしいんですか。でも俺はそうなのかなと思うだけで、うん、ただチャンスが広がるっていうのはいいことだよね、うんうん、これ毎年例えば、まあ、まだルールとかも叩き台なので まだ詳しいところまで決まってないんですけど、じゃあ毎年オフにやるのか、それとも例えば現役ドラフトってそのシーズンのどこか、うん、例えばちょっと前半の5月ぐらいとか交流戦前とか、だから7月 そのオールスターブレイクに、はい、まあ、そういうことを実施しようとか、うん、はい、いろいろな話もあったよね、はい、で原監督が言ってたよ、うん、やっぱ一緒に1年間戦おうとしてる人間がやっぱその時期に、ね、出ていくとか、うん、そういうのは俺寂しくてできないんだよねって、うんうんうん、野球選手の正月であるさ、うん、2月1日にみんな心一つに今年を優勝を目指してみんなで頑張るんだと、まあ、1軍の選手も今2軍の選手も含めて、ね、うんうん、そのチームの力となり個人の成績を上げてくれみたいなことをやっぱりこうみんなで思うわけね、はい、でそこがさ、なんか下が乾くうちに、うん、乾かないうちに、うん、他のところに、うん、生かされるっていうのはやっぱ寂しいと思うんだよね俺、その選手も、うん、あの心情とはまた違うんですかね、その人的保障じゃないですけど、人的とか急に突発的に行われるあの期限8月、この人的保障っていうのもおかしな話だよねいつからできてたのかは、なんかねおかしいよ急に自分がプロテクトから漏れて持ってかれるって、寂しくないか、選手が一番寂しいです、ね、だってさ、ドラフトかかって入ってて、うんうん、ね、で人的保障で持っていかれるなんて、うん、あるのってなんかね、すっきりしないことは多いよ。だその FA とかで僕出たいですよ、いや出るのはいいよ別に、うんうん、それは権利を取得してるわけだし、はい、でも権利がないところで大人がね、うん、
勝手に決めたルールに子供が、ね、巻き込まれてるっていうような感覚なんだよ、俺からすると、はい、でもそれ拒否権あんのか。いや、そこもまだ決まってないんですよ。だから拒否権があるんだったら、いや行かないよって、うん、相手にですね、行きたくないですって、うん、だから拒否権とか、まあ、一応選手の意向も聞くのかもしれないですけど、やっぱトップが行けと、ね、井戸だって言ったら、やっぱ選手はそれに対してもう嫌だったら嫌なんですか。まあ、例えばね、12球団を、うん、まあ、営業だとか人事だとか、うんうんうん、そういう風な位置づけで考えられる人だったら、はい、あ、営業から、ね、うん、人事かみたいな、うんうん、はい、そういうプロ野球という一つの企業の中の中で、あ、移動があったなっていうふうに考えられる人だったら受け入れられると思うけども、別会社、はい、全くのだ、うん、NEC があって、うん、でね、まあアップル社があってみたいな、はい、そういうとこからこっからこっちみたいな、こっちからこっちみたいな移動だとさ、やっぱ全然感覚的には俺違うと思うんだよね。これって選手にとってみると、このあの現役ドラフトって、あ、自分は引き抜かれたんだっていうプラスの思いなのか、それとも、あ、僕このチームにとっていらないんだって、どっちの思いなの。それはドラフトだからさ、うん、やっぱりこうなんで必要な人間を他のチームはドラフトしてくるよね、うんうんうん、はい、だからまあ、あ、そういうふうに見てくれてたんだっていう嬉しさはあるにしても、うん、やっぱりさ、住み慣れたところをさ去っていく寂しさっていうのは確実にあるよね。まあ、ありますよね、うん、ただ俺は古い人間だから、うん、そう思うのかもわからないけども、うん、現代子ってそこまでのそのチームに対しての愛着というよりも、はい、やっぱ自分をアピールする、うん、承認欲求、はい、まあ、SNS とか、うん、全部そうだよね、自分の承認欲求だよね、はい、まあ、そういうことを重視するんであれば、まあ、簡単に出ていくだろうね。あ、まあそうでしょうね、うん、あとこれちょっとルールのことになってしまうんですけれども、例えばじゃあ現役ドラフトだったら、その各球団が例えば前年度の最下位のチームから選択肢1位誰々とか、あのいわゆるドラフトみたいにやっていくのか、まあここら辺はやっぱ形を見てみないとね、うん、どういうルール作るんでしょうね。だからドラフト何までやるのかわからないしないや、そうですよね、うん、しかもじゃあ被っちゃったら本当にまたくじ引きなのか。そう、お前編成の人とかスカウトの人とか大変だよ、うん、まあ、アマチュアを見なきゃいけないしだからつまりそうですよね、オフにはアマチュアだし、うん、これ中間にもしゃべるんだったら、いや、もうシーズン中でもさ、スカウトの人ってさ全国回ってる、まあ、各地区の専門のドラフトはあのスカウト配置してるけど、はい、これはまたファームを見に行ったりだとかさ、うん、いろいろしなきゃいけないし、うん、大変だと思うよ。そうですね、あとはそういうでもこういうことをやるんであれば、はい、俺 FA はいらないと思うよ。お、 FA これをやるんであれば、うんうん、それはもうチームがぐっちゃぐちゃになるよ。なんか毎年違うチームだってさここで頑張ろうとしてた人がさ、うん、ね、そういうドラフトで、ね、同じポジションの人をドラフト1位に上げて競い合わすって言ったらさ、なんだ俺全然期待されてないじゃんみたいなさ、なんで俺と同じポジションでね、同じような若手をドラフトしたのみたいな、そういう風になんない。確かに俺必要ないって思う思うよね、そういう人間も俺増えてくると思うよ。ああ、そうか、なんか不和というかチーム不和が生まれてきそうな感じ。いや、不得されたよね、もうグレちゃうよ、本当にグレる出るよ。いや、だから、いや、だから俺は活性化をするっていうのはすごく大切なことだし、で、若手にチャンスをこう与えていく、これは俺はいいと思うんだよ。それはドラフトじゃなくてトレードでやればいいと思う。あ、ファーム間のトレードってないでしょ。ないですね、うん、上しか。確かに、ファーム間のトレードでやればいいんだよ。そのルールを作ればいいんですね。作ればいいと思うよ、うんうん、だって一軍の選手、この選手は余ってんな、うん、なかなかこううちでは出番ないなと思えば、相手のファームの選手でもいいから、うん、ね、変えるとか、はい、だからそういうドラフト制度があるんだからさ、うん、トレード制度があるわけだからさ、はい、ドラフトこんなややこしい、うん、いるかなと思うんだよね。しかし決まってしまった
ですよね。まあやってみなきゃ分かんないけどね、まあ、そうですね、うん、まあやってみて多分その都度ルールだったりとかもしねちょっとあれだったらこういうふうに変えていこうとかなるのかもしれないですけど、とりあえずでもね今はねファームの選手でもね、うん、ファンの人がついてくれて応援してくれてる、うんうん、ね、やっぱそのチームにいるからついてくれてるんであって、はい、その選手がドラフトされていくって言ったら寂しいだろうね。そうですね、だからファンやっぱチームごと、ね、ファンが変わるのかそうなのか、まあ、シーズンのね縁があってドラフトがあって、うん、縁がなかったらドラフトかからないからね、まあ、縁ですよね。それで9時でも引いて、ね、うんうん、当てたチームってやっぱすごい縁があると思うんだよ、はい、だそこでやっぱ頑張ってほしいなと思うけどね。まあ、そこの気持ちはそうですね。気持ちはそうだよね。ますよね、はい、なので、まあ、今オフをめどに開催予定ということなので、なんか今シーズン多分いろいろこういうニュースがこう決まりましたとか出てくると思うので、うん、まあ、その都度、はい、でもこう形が変わったら俺大賛成、おおやったやったみたいななるかもわからない。そうですよね、今のところはちょっと見えてないからさ、なかなかね全貌形がね、うん、そうですよね、うん、ちょっと、この話題に関しては今シーズン、うん、ただもうファーム同士のトレードでいいって俺は思う、ね、ドラフトではなくてということですね、はい、はい。